<ん>けたかなあどうもボビーアトレーダーのボビーですえー、今日はですね、えー、ちょっと多少画角がねいつもとちょっとちゃいますけどもね、えー、今日はこの画角でですね、えー、お届けしたいと思いますそれではオープニングムービーをどうぞ どうも改めましてボビーアトレーザーのボビーです。えー、今日はですね、えー 10, えー、10月15日ですね、えー、44回目ですよ44ですよ。ね、<laughs> そんな感じですね、えー、大阪のアトリエから、えー、大阪のボビーアトレーザーのアトリエから、えー、生放送でお届けしております。でですねえーまあ ね、あの今日も、まあ、朝しか外で出てないけどね、うん、ここを向かうまでの、えー、非常にね、ええー、感じの、ねえー、秋晴れです。でなんで、まあ、あ今日この画角でね、えー、お,お伝えしているかというとですね、あのー、ちょっとね、あの三脚をですね、えー、普段使っている三あのカメラ用の三脚をですね、えー、ちょっと、あのー、使いたいと言われてですね、えーでまあ、ちょっと今日 でまああのー、無,理無理やり今あの何ていうのよくスマホとかで、えー、使うようなあの卓上の三脚みたいなのあるじゃないですかそれにあのまあ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 飲め方のあるカメラをですね、えー、ちょこんと載せてですねちょっとこんなグラングランしながらですね、えー

えー、鳥ねあの飛んでる鳥鳥モチーフの作品ってボビー・アトレザーの中でまあまあ多いなと思いましてねでまあちょっとそんなことで僕もちょっと考えてみようかなということですね、えー、まだブログにも書いてないんやけど、まあ、これもちょっとブログにの残していってもいいかなと。 こうやってね、えー、ちょっと綴らせてえあのー、そうまあこの見えてるね、えー、こ,これもそうですよねえ襟がねこれ不死鳥で、ね、えーえー、っと2013年の作品ですかねポピュアトレザーの、うん、まあこれもそうですけど襟にねでこれも今僕がこうねええー、羽織ってるこのおジャケットこれはですね、えー、皆さんご存知のですね えー、パロットですよ、ね、あのイーストウエストのレザージャケットでねまあ有名ですけどとーノースビーチレザーとかねそういう70年代のロックファッションというかそのファッションに、えー、敬意を表してですねオマージュとしてねこのジャケットを当時、えー、制作しました。あーね、こういうい感じですね うん、やっぱりその,何,てうの何とも言えば自由な発想というか、うん、そういう感じでね、うん、あのハンドステッチでそれを表現したらどんな感じになるかなというので、ねえーね、こういう感じで <laughs>、ね、あのド派手になりましたけどねまあさけどもこれ実際こう羽織ってたら別にその派手にも思わないし、うんまあ、全然普段着の感じでね、まあ、僕にもとても心に残る作品ですね。 ええまあ、あのね色違いでいろいろ作ってみたいないう気はあるんですけどさすがにね、ええ、これはですね、ええ、命を削るような <laughs> それこそ、うん、それぐらいの手間暇とか労力があかかりますんでね、ええ、まあさっきもお一生のうちにですねもう一着うねなんか作らせていただければなとは思ってます。 でですねえせっかくやからこあのスライドショーをね作ったんでねちょっとねご覧いただこうとあれで出てけへんななんでやちょっと待ってよあ,ーあっとおかしいですねえスライドショーこれーせっかく作ったんですけどね <laughs> あの出てこないですねもったいなうん あのい,いい感じでですねこの鳥モチーフのねもうね作ってきたんさっきの時間にババババッと、えー、作ったんですけどねちょっと待ってねえ,ー、ここえあ惜しいなまあまあ生放送なんでねあの本当はあここら辺にですね え作品があの今これまでのね作品がこうあわ分かったちょっと待てよ分か,っ分かった分かった分かったえー、っとねちょっと待ってなこれ生放送しながらパソコン触ってねちょっと待ってねうんうーんとねえー、っとあ,ったあ,ったあったちょっと待ってよこういう日もあるよねこれ,これでいけるんじゃないかなこれをデスクトップにあいけたねデスクトップに戻さんとあかんねんなこれわかったわかったね えー、こんな感じですね。えー、っと、これ、<laughs> ちょっと待ってよ、これ、ちょっとっね。これをですね、えー、一回、まあ動、動かなくなりましたね。あ、動、うんこれ、なんか生、やっぱり生放送してるから、あ,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 あれかな、まあ、まあ、まあいいや。ね、こんな感じですね、えー、<laughs> 過去にですね、えー、 いろいろねカワジャンここちょっと交渉かね作ってきたんですけど、えー、まあカワジャンに限らずですねいろんなモチーフをね作ってなんですけど、不死鳥っていうのがねこれこれはですね、えー、ライフタイムですねあこ,これはあのこれ割と最近のカワジャンですねあの方ですねうん方ねオリジナル作品ですねあなんかこれちっちゃい <laughs> これなんやのねこのこのお やっぱりこう放送しながらはやりにくいかなえらいちっちゃちっちゃ <laughs> えらいちっちゃちっちゃなって思ったけどね、うん、これベルトですねで、うんねうん、んかこう、うん、ねあのこうちょっとあの暴れまくってますけどねまあこれをねローゼンク,ワイクロイツですかね,、うん、ねあこれ最近のこの作品ですね,ねこのウォレットですね、うん、で、えー、これもね こんな感じですね、あのー、バードですね鳥モチーフは結構ですね。うんあのー、何でか言ってこう今日もか考えてるわけですよ。やっぱあれですよ。あのー、これはまあ,あの手書きでですね描、えーえー、くわけですよ。こうスケッチをね描くきにあのイメージとかこう。でパーとこう。い直線っていうのはあそんな得意じゃなくてやっぱりこう流線形な。 ものがこうなんていうんですかね、スッとこう紙の上を滑るんですね、この鉛筆がね。で、やっぱりそのねこう,こうラインを構成してたら一応気持ちいいところってあるんですよ。なんかこう自分でこう書いててあのしっくりくるというか、なんかこ,ここっていうようなそれが形がですね、だいたいこの鳥とかね、あと蝶とかね。 うんまあ、鳥のことに僕は詳しいわけでもないですよまあいろいろ調べたりはしますけど後でね。うんけどまあ、あのー、そういった具合ですね、うん、あのこう曲線美があるものとかはすごく好きでですね、うんあのー、なんかね、うん、まあなんてやろこんな感じでね少しあの構成してますね。スライドショーはちょっと <laughs> な感じでですね。え、聞こえてますね音声はねうん、そんな感じであのやっぱこうペンを滑らしたりとかする時になんか一番心地いいような感じもうギターでもそうですしこうこうねこの曲線美というかこううねりというかで、やっぱこう取り鳥ってそのなんか未来に羽ばたくようなこうおなんかそういうふうなう思いみたいなのが。 あるしすぐ、ま、気持ちも前向きになりますしねこう線描いててラインを引いてたり、えー、物を作ってたりしたらね、まあ、そういう意味で、あのー、鳥とかね多いかなと思います。で個人的にはですねフクロウとか好きなんですけどね、うん、あいついってもフクロウ見たらかわいいなもし要猛禽類ですね猛禽類には,あはたまらないですね。うん、で,でこんな感じでですね、えー、ちょっとこうスマホをね 見てみましょうかね。えー、っと。ねあ、いろ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 ありがとうございますね。今日もね。はい、えー、ちょっとコメントを読ませてもらいましょうかね、えー。あ、溝口さんね。ありがとうございます。今日は仕事はお休みなので生で見てください。あ、生でね。生で今日はちょっと画角がこんなんやけどね。まあ、スペシャルな感じで44回目のね。記念すべき。えー、何を記念すべきかまあ、ゾロ目やからね。 いい感じでねいやいつもありがとうございますねあハートもピョンピョンってありがとうございますおおうしいね大きいんですえ坂本さんありがとうございますカメラアングルがあ違いますうんそうちょっと低いでしょちょっとね今日はねあのいつもはあのもうちょっとした、えー、三脚をですねでこうちょっと見下ろした感じでねやったんですけどねうんでそういう理由なんですねなんと新鮮でいいなと思いましたあこれはこれで新鮮な感じですかねうん なんかちょっと、ね、半分半壁半分が黒でね後ろは白でね, <laughs> ねあなるほどでなんかまあいろんなものが見えてますねまあちょっとエアコンが見えてるもんですねあのいかにもこうおお部屋で部屋状になってるかいうかにね,、うん、ねいつかはですねなんかこう,こうショールームみたいなもうちょっと大きいのができればいいんですけどねまあまあ いいいじゃないですかその分あのホームページとかでねえそれをショップの代わりにですねえ覗いてもらえたらと思いますまあ世界観はねうんまあまあこんな感じでねえやってますけどねえあ坂上さんいつもありがとうございますこんにちはねご覧いただいてるんですねありがとうございますえ坂部さんあ,あ頑張れパソコン見たいから動いてね,うんね一あの これね、あのー、スライドショーを朝作った時にあホルダーなんかまあまあちょっとこう設定がどうもあるみたいで、えー、やっぱこうホルダーっていうかあのデスクトップに写真をブワーと置いててそれが邪魔やな思ってホルダーを作ってですねしまいこんなんですよ。だからやっぱり、あのー、表示されないような感じになってね、うん、まあまあこれはあね、うんまあ、一つ一つがあ学びですよ。ね。 ピンクとかターコイズブルーとかのカラフルなやつめっちゃ可愛いですああこれも不思議ですね、うん、これは僕も思い出に残るう作品ですね、うん、最高のう一着です今でも思いますねはいえーね、あ森本君ありがとうございます えー、こんにちは。今日は今日の着こなし新鮮式え,え,え <laughs> 何これ色,色,鮮色鮮やかでとてもお似合いですね。顔がより明るく素敵です。あ、お気に入りね。やっぱ黒ばまあ、どうしてもあの黒子じゃないですか？僕らの仕事もそうやし。あの自分がこうこう出ていくもんでもない。感覚ってあるんで普段からね。 あの今この辺しゃべってる自分が悩めないような感じだけどどっちかというと相手の方とかあですねお客様をっあのどっちかというと立て,立,て立,て立てて差し上げたいというのがあ,あるんでねまあそういうのがあるんでまあどっちかというと黒をねまあまあブランドイメージのラグジュアリーな <laughs> 感じをねやっぱりこうやっぱ僕らみたいなのがあるんでねどうしても。でまあ黒とかをねえ選びますけどね。はいえ。 革製品っていろんな色のライトを当てるとそれぞれに表情を変えて面白そうですね。ああそうですね、うん、もちろんもちろん。ねいろんなその照明とかねほんまそうですね。今この僕はあのこ、ねええー、この女優ライトこのカメラの上に吸り付けてるんだけどね、うん、今日はねこのあの色,色,色がちょっとちゃうんよね。うん、あの電球色みたいなのに、えー、してます。 ね、ちょっと健康そうに見えるやん。<laughs> ねえー、今日はまあそういう感じですね鳥モチーフ鳥のモチーフがねなん、えー、でかなっていうことですねまあまあ僕の流線形をこう描いた時とか紙にキャンバスにね描いた時のこの手の流れとかがですね非常にこうそういう 心地いい感じに流れてくるので、それがたまたまこう,こう気持ちいい線をこう構成していけばですね、なんか鳥のイメージするようなちょっとしなやかな感じのねデザインが生まれるっていう感じですね。そんな感じ、まあそれで鳥モチーフが多いかなと思いますし、あとはまあその意味合いで言ったらまあやっぱこう前向きな気持ちいいにね、羽ばたくっていう感じで永遠じゃないですか。 うんね、沈むよりもええやん、ね、常にこう時間はですね未来へ未来へ向かってい、えー、ってるわけですからね、うん、なんかそ,そういう気がしますね、うんえー、まあまあね、えー、そんな感じですね、はいまあ、今日はあ、ね、そういうなぜ鳥,ち鳥のモチーフがーボビー・アトレーザーの作品が多いのかなっていうことをですね、えー、改めて考えてみました。 まああまあ、そういうちょっと振り返りの時間みたいになりますけどね。<laughs> まああのね、この秋のね、芸術の秋のおね、このひとときをですね、皆様ね、ご覧の皆様もですね、えー、アートを感じてですね、すてきなあこう一日にね、していただければと思います。それではまたあお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ